あの頃の俺には何もかも煩わしかった。白岩さんは物いるんすか？ああ、いないね。ただ働いて、ただ死んでいく、それが残りの人生だと思ってた。何を知ってんの？私たち知り合い。白桃足の教は知ってる？足と足をガッと繋いでさ、くるくる回りながら落下すんの。すごいね。本当に恋に落ちんの。こいつただのやりますよ。奥さんが子供の顔に枕押し付けてたんだよ。俺が悪かったんだろうけど。そりゃそうでしょ。お前に何が分かんだよ。あんたには何が分かんのよ。分かんないから奥さんの頭がおかしくなったんでしょ。人生いい時ばっかりじゃない。でもそれを乗り越えないとやっていけないぞ。何言ってんのよ。学校の外にはな、おめえが思ってるよりいろんな人間がいるんだ。サトシ、ほら、いいしていいんだよ。今日から自分が変われるかもしれないって思った。もう死んだみたいに生きなくてもいいって思うのに。狂った俺とお前と一緒に生きてみないか。